駅戦時は中華人民共和国の俳優、歌手、ダンサー、アイドル。アイドルグループティフボイスのメンバー。主な愛称は戦時、ジャクソン。2005年、テレビ番組に始まり、映画、ドラマ、CM とメガボルト等に出演、芸能活動を始める。2009年、アイドルグループ、少年に加入。当時グループの平均年齢はわずか8歳であった。 2010年、子役として、鉄理科にテレビドラマ初出演。2011年、少年を脱退。2013年1月、初ソロシングル曲、無双魔天老をリリース。デジタルシネマ、つゆえさ、下牛に、映画初出演。2013年6月、オーディションで、現事務所、TF エンターテインメントにスカウトされ所属し、TF 家族として、活動を始める。 同年8月6日、ダンス担当としてメンバーに選ばれ、王春内と王源と3人、グループ、ティフボーイスを結成。10月18日、シングル、ハートム、出発をネット配信によってリリースし、メジャーデビュー。当時、中国大陸ではメンバーが全員中学生のアイドルグループが少なかったため、中国初の国少年アイドルと呼ばれ、デビューから話題になった。 また、北京市で暮らしており、仕事するたびに、レッスンやトレーニングが行われる、TF 家族本部所在地、重慶市を行き来していた。2014年9月、中国中央テレビ中秋版会に初出演。12月、初動作品が在中国デンマーク大使館に収蔵される。2015年10月、初めての声優出演となったアニメーション映画、 リトルプリンス製の王子様と私の中国語吹き替えで星の王子役を演じる。同年11月、ランフォータイム全員加速中に初バラエティ番組レギュラー出演。2016年2月7日、CCTV 春節連看板会に初出場。4月、第16回音楽風雲忘年度晴天で人気アイドル、人気新人アイドル、人気バラエティアイドルをトリプル受賞。 同年、ファインディングソウルに、初ドラマ主役出演。同年11月、ソロ曲、をリリース。11月28日、16歳、誕生日ファンミーティングを開催し、舞台美術と振付に参加した、パフォーマンス、センスダンスを披露。2017年1月27日、CCTV 春晩に2年連続出場。同年3月、リアリティ番組。 公開が北花第二シーズンで初めて個人名義でテレビ番組にレギュラー出演した。同年4月、ソロ曲、リ・ソリリース、当局がビルボードラジオチャイナにて2017年度人気ランキング1位に選ばれる。5月3日、デンマーク政府よりデンマーク旅行大使に任命。6月1日、世界保健機関より特任中国禁煙消動者に任命される。 2017年、ティフボーイスがグループ活動を休止しない上、メンバーそれぞれソロ活動を広げる方針により、9月16日、エキセンジジャクセニー工作室を成立し、公式ウェイブアカウントを運用開始。ここまでデビューから数年間、アイドルグループのメンバーとして、国民的なアイドルに成長していた。2017年10月、小説や漫画を原作としたドラマ、 長安二24時と熱血同行の主役を務める。ここまでメンバーと共に演じる作品が多かったが、この二つの作品は初めて個人名義で主役を演じた。10月23日、ジュネーブにある風本部で中国青年代表として英語でスピーチを発表。11月18日、風に特任中国健康大使に任命される。同年11月、 発映後ソロシングル、ナッシングツールーズ、アンプレデクタブルをリリース。11月28日、17歳、誕生日ファンミーティングを開催、液戦自愛新基金の成立を公表。2018年1月28日、第60回グラミー賞受賞式にゲストとして出席。同年2月15日、CCTV 春版に3年連続出場。2月から5月、 公開オーディション番組、ストリート、ダンスオブチャイナ第1期に出演、隊長として、チーム、イネンソーチを率い、優勝を果たした。2018年1月に、演劇大学の演劇試験を受ける。同年4月、マスコミに合格者リストが公表され、中央銀劇学院演劇専攻の主席を取ったことが、話題になった。6月に、全国大学統一入試を受け高校を卒業。 同年8月30日、中央儀劇学院に入学。2018年4月、中国最大の小売りオンラインショッピングサイトもおる、天猫の成立以来初のイメージキャラクターに起用される。6月、ファーウェイのノバシリーズのイメージキャラクターに起用される。同年7月、映画、少年の君に出演し、初映画主演となった。9月2日、 2018年アジア競技大会の閉会式で次回の大会主催地である中国石膏省、杭州市の PR 賞、杭州八分館に中国優秀青年代表として出演。11月28日、ソロミニアルバム、我が楽一んぼくしゃくっぱなし、心ほのびをリリース。同日、成人式、ファンミーティングを開催。2019年2月4日、 CCTV 春版に4年連続出場。2019年4月8日と9日の2日間、風の中国健康大使として、アジア太平洋地域の青年代表を務め、国際連合本部でイーコサックユースフォーラム2019に出席。5月、ストリートダンスオブチャイナ第2期に出演し、2代目の遺念装置を引き、最終的に準優勝となった。 8月、ホーブス氏、2019中国有名人ランキングの8位に選ばれた。2019年10月25日、初主演映画、少年の君が公開。公開から11月2日までの9日間の、興行収入は10億人民元を突破。最終興行収入は15.58億人民元で、2019年度、中国映画興行収入9位となった。 青春に映画ジャンルの映画としては中国映画歴代1位となった。同年12月20日、ソロアルバム、オンサカンをリリース。12月22日、上海東方体育中心で初ソロコンサートを開催。2020年1月24日、CCTV 春晩に5年連続出場、ゴッド7のジャクソンなどとコラボし、青春の始まりを披露。2月12日、 第39回香港電影金像進むが候補発表。少年の君で初ノミネートの上、主演団優勝と新人俳優賞のダブルノミネートを果たした。発表当時は19歳77日であり、党進主演団優勝史上最年少で、初10代の候補者である。2月19日、リアリティ番組、法遊受け、超高でレギュラー出演として、 ラジオパーソナリティデビュー。4月9日、エルチャイナ2020年5月号の単独表紙を飾る。本館、L をもって中国で発売されているも大男性誌とも大女性誌の単独表紙を全制覇した。4月11日、昭和24時が日本のワウワウにて放送スタート。このドラマの日本初放送でもある。5月6日、少年の君で 第39回香港連営金像、進む新人俳優賞を受賞、東証初中国大陸地区出身の男性受賞者となった。仕事現場へ移動中2019年初ソロコンサートにて単独表紙を飾る出演会のみ。ありがとうございます。